にちはということで始まりました。11月27日火曜日午後5時を回りました。イブロケ785チューズデイ、担当パーソナリティの板谷亜子です。コスプレギターアーティストとして活動しております。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を、滋賀で今一番熱いアーティストの板谷亜子と、今一番癒し系妊婦である滝井真由が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティでございます。今日もここ草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で7時までイブロケ785チューズデイお届けいたします。ということでね、始まりました。もうね、外が真っ暗っていうかね、本当に日が暮れるのは早いですよね。あの今日も滝真由こと、真由姉はあのもうね出産しまして、でね、赤ちゃんとね、あのとの生活がもう毎日繰り広げられていることとは思うんですけれども、さすがにまだ生まれたばかりなのでね、スタジオには来ることができないということで、一人で2時間お届けしたいと思います。でも一人だとちょっとさ寂しいんで、皆さんお便りどんどんお待ちしております。どこからお聞きか分かりませんけれども、あの草津市だけでなく、あの全国でインターネットからも FM 草津とホームページで検索していただけますと、ネットからも聞くことができます。ちなみに本日のお便りテーマは、はい、一つ目がね、全部言わなくていいですよ、歌の広場ボリューム3、先日11月25日に私の主催のイベントを行いましたが、そちらの協会、あのそちらの出演していただいた方々の曲を中心にお届けしたいと思うんですが、その出演者について、またサンタさんがプレゼントをくれるならどんなものが欲しいですか、あとこたつの思い出などなど、あなたのエピソードをどんどんお待ちしております。よろしくお願いいたします。お便りのアドレスは a@fm785.jp a@fm785.jp です。あの掲示板に書き込むと多分気づかないので申し訳ないんですけど、メールを送っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。いやーもうね、年末シーズンですよね。11月のもうね27日ということで、もう息を止めてると12月になりますよ。そんなにね数日間息を止めることはできないんですけれどもね、だいぶ外も肌寒くなってきて、どんどんちょっとインフルエンザとかね危機感をね覚えてきますけれども、体調にはくれぐれ気をつけながらも、そして忘年会を苦に思わず楽しみながらも頑張っていきましょう。ということで最初にお届けする曲は板谷亜子の I wanna be。心に、このコーナーでは防災防犯安全について板谷亜子と一緒に考えるコーナーです。本日のテーマはネット通販トラブルについてです。インターネット通販で国内外からあらゆる製品を簡単に購入できるようになりましたが、それに伴いネット通販で購入した製品による事故や健康被害の報告が増えています。製品別で多いのは健康食品による下痢、腹痛、失神などや化粧品による皮膚トラブルです。また自転車や家具、寝具でも多く事故が発生しています。ネット通販の場合、事故や健康被害の発生時に購入先に連絡しようとしても連絡先がわからない、電話がつながらないため事業者と連絡が取れないことや、返品条件を確認せずに購入したため返品できないことがあります。ネット通販での購入時には返品条件などの契約内容をしっかり確認しましょう。また万が一トラブルが発生した場合に備え、購入した事業者の名称や連絡先を控えておきましょう。そして困った時は消費生活センターに相談しましょう。お問い合わせは滋賀県消費生活センター、電話番号言いますね、 0749-23-0999 0749-23-0999 までです。ということで、インターネット通販、いや私もねよくね通販サイトを利用するんですけれども、すごく便利なんですよね。なんか実際に足を運んでね買いに行くことも多いんですけど、
やっぱり買いに行ってもね見つからないことも多いので、こうどんどん検索してね、で私なんかねピカチュウも大好きでね、こうピカチュウって検索して出てきたグッズとかをこうね洗いざらい確かめたりとかね、そんなこともするんですけど、まあ便利なんですけどね、なんかすごくやっぱ安いものを買いたいと思うじゃないですか。でポッて注文して、あれなかなか届かないなって思っていたら、よく確認したらね、その出品元が中国で、であれ、あ中国から来るんだ、別に届くんだったらいいんだけどって思ってたんですけど、その時ねちょうど私衣装をね用意したくって、あまさにね私今着物のね衣装を、着物っぽいようななんかちょっとミニスカートのねコスプレ衣装を着ながら話してるんですけど、その衣装中国から買ったんですよ。でとあるイベントの時にどうしても間に合わせたいなって思って、何日までにお願いします、そして注文した時にサイズは何サイズでお願いしますって送ったんですけど、返信がなくって、あーどうしよう返信ないんだけどって思って、またメール送って返信ないんだけどって言って、で実際やっぱり届かなくって、で発送はだいたい10日間くらいから14日までですみたいな感じで書いてあったから、まあそれまでに届けばいいかなって思ってたんですけど、結局1ヶ月経っても届かなくって、でお問い合わせしなきゃって思って、もなかなか連絡先とかもわからなくて困り果てていて、で結果的に1ヶ月半くらいに中国の、もう私の名前とかも全部中国語で書かれていて、一瞬え何これ怖いやつみたいな届いてきたら、開けたらあ見覚えがあるみたいな、全然日本語の記載がないんですよ。だからねすごく私ね大手通販サイトでポンって注文したんですけど、やっぱりそういうサイトで安心してしまう部分もあるんですけど、やっぱりいろんな方がそこに登録してやっているわけだから、中には信頼できないところもあるかもしれないのですね。だから、まあ、今回は届いたんでよかったんですけれども、やはりちゃんと最初からね注文するタイミングでそういう事故を起こらないように、心配事が増えないように未然に防いでいけたらいいなと思います。今回のいつも心にはネット通販トラブルについて一緒に考えてみました。続きまして、世界で大活躍中のあの方々、私も共演したいんですよね。ベビーメタルでメギツネ。ロックですね。はい、いや私もねゴリゴリのロックの曲作りたいなって思っててね。でね私12月の15日にまた10枚目のシングルを発売しようと思ってるんですけど、結構ゴリゴリのロックなんですよ。京都って言ってるんです。お楽しみに。はい、はい、先日11月25日日曜日にアクア21という近江八幡にあるショッピングセンターがあるんですけれども、そちらで私が主催のイベント行われました。歌の広場インシガボリューム3ということでね、ついにいろんなアーティストさんを呼んでフリーライブをしているんですけれども、そちらも今回3回目ということでね、そのイベントについてちょっとお話をさせていただきます。今回はイタニアコ私と安西彩、二条ゆりな、アンチェインベティローズ、おとぎきのこチーという6組の女性アーティストが集結しましてフリーライブを行いました。なんとねもうねクリスマスシーズンさ、もう年末シーズンってさっき言ったんですけどね、謎のね、はい、クリスマスシーズンに入ってきまして、何ですか、直結のね近江八幡駅直結のショッピングセンターなんですけど、まあ広いステージがあるんですよ。でそのところにねクリスマスイルミネーションがもうめちゃめちゃ施されてね、結構もう草津駅とバトルできるレベルでなんかギュッとこうイルミネーションがあって、クリスマスツリーバーンって、であると思ったらちっちゃいクリスマスツリーがもうステージの端から端までブワーって置いてあって、でまたなんか光る椅子ベンチみたいなのも置いてあって、またでかいサンタとでかいスノーマンとね、またすごい綺麗だったよね。もうなんかライブもすごい素敵だったんですけど、イルミネーションがまずキラキラしてて、もう本当にこんなステージで歌えるのが最高だなって思いながらねやっていまして、
そうね、あのもう3回目ということでやっと私もなんかだいぶ慣れてきてね、でなんかお客さんもねどんどん増えてきてすごく嬉しいことなんですけれどもね、やっぱその私のすごい素敵好きだなって思うアーティストさんを集めてるので、まあ私があの紫の髪の毛をつけてコスプレをしてあのライブをやっているっていうので分かるように、まあ個性が強いんですけど、だからね私が集めるアーティストさんも割とアイデンティティがなんかすごくはっきりしてるっていうか、なんかすごいもう女性なんだけど一人でも全国でいろんな各所でツアーができるようなそんな人たちを集めております。まあその方々のね曲を少しずつちょっと今日は紹介しながら流していけたらなって思うんですけどね、なんか裏側エピソードとかないかな、ないかな。あのね安西彩っていうね女の子がいるんですけどね、あのその子はスキドルってカラオケ招き猫のあの大会で一緒になった子なんですよ。でも正直私最初その子おはようございますって挨拶してもなんかちょっと感じ悪いなって思ってて何この子ってちょっと私の中でちょっと思ってたんですけど、今やもうなんかラブラブメールがすごい来るくらい仲良くなってて、もう伊丹さんとさっき別れたばっかりなのにもう会いたいぐすんみたいな、え何これかわいい、本当信じらんない。私ねすごい友達少ない少ない言ってんだけど、やっぱねこうデレってされると私も嬉しいんですよね。好きとか言われると私も好きってなっちゃうんです。だから今付き合ってるらしいです、なんか彼女とやだもうなんか何その設定みたいなことがあったりだとかね。あと二条ゆりなさんっていうこうちょっと詩吟のできる女性がいまして、すごくね雪の花とか歌ってたんですけども、イルミネーションにぴったりでね、私がねカバー大賞という勝手にねあのそういう賞をあげたんですけど、ポケモンがすごい好きっていうことでね全然知らなかったんですよ。今まで何度も会っていてもね、私ねピカチュウが好きで知る人ぞ知るね。今日もポーチがピカチュウ、カバンもピカチュウで、冬なのにさちょっとクリアな感じの中身が透けてるカバン持ち歩いてるしさ、中のポーチもピカチュウ、もうピカチュウだらけなんですよ。でまあそんなのを見かねてね、よくアイドルさんとか共演した人にね、うわピカチュウですねつって、その被ってるのもピカチュウですかとかよく言われるんです。これはタコスちゃんですから。今日も言われましたよ、汚ねえなつって。汚くない、いや汚いかもしんないけど臭くないよ。まあまあそんなないことを知ってるとね、その彼女もね、いやピカチュウのトートバッグ、ピカチュウとミミッキュっていうピカチュウに似たキャラクターがいるんですけど、なんかピカチュウになりたくってなれなかったみたいな、タコスちゃんみたいな、ある意味私のキャラクターのタコスちゃんっていうのはやっぱピカチュウに似てるって言われるのはわかるんですよ。だってピカチュウからできたんですからそうなんですよ、ピカチュウでやってると写真とかさ CM とか出るときにそれダメですよって言われるから、生まれたひねくれた存在なんです。だからピカチュウに負けたくないっていう思いのタコシちゃんだから、まあ確かに似てるんです。でそんなのがポケモンのキャラにもいまして、ミミキュっていうキャラなんですけど、まあそのキャラが好きなんですね。そこでね、いやもうポケモンのねグッズ自慢大会ですよ。私これ持ってるんです、いいですな、それ可愛いですな、いいですな、写真撮らせてくれ、いいですな。もうお互いの顔写真じゃなくてピカチュウの写真が頭飛んでるとか言わないでくださいもうほんと女子ってそんな感じなんですよ、可愛いですねみたいな、もう欲しいみたいな、買いたいみたいなまあそんな会話をしながらね、いやなんか新たな一面が見れてね、結構ねみんなね外行きはいいけどさ、やっぱり中身って最初からは出てこないものなので、やっぱり何回か会ってるとこう仲良くなってくる面もすごくあって、あ素敵だなって思いました。で他のアーティストさんはちょっとほどほど、まだ時間もありますので後ほどご紹介させていただこうと思います。あとねそうだ、あの滋賀の歌のせんべいもねその日発売させていただきまして、大中堂さんですね、大津市にあるね大中堂さんとタイアップしまして、6枚入り300円の瓦せんべい、私のイラストを描いてあります。こちらのせんべいね完売しまして、持ってって多分そうなんですよ。だからどん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 広げていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ということでまだ紹介してないんですけど、この方の曲からいきたいなと思います。お聴きください、妖怪パレードチミ毛量バーおとぎきのこ。はい、
ということで早速お便りをいただいていますのでご紹介させていただきます。はい、ひらひやんさんからなのかな。はい、ありがとうございます。寒くなってきましたね。いや寒くなってきました。伊谷さん風邪とかひかないようにね。とりあえずリクエストは伊谷さんのアイワナビお願いします。もう一曲二条ゆりなさんのさすらい桜猫お願いします。ありがとうございます。そうアイワナビは冒頭にね流させていただいたんですけれども、あとね私のね去年の4月頃に発売したアルバムっていうファーストアルバムに入ってるんですけど、なんか最近になってなんか全然何にも誰も何も言わなかったんですよ。最近になってアイワナビいいよねみたいな感じのねことを聞くようになってライブでも歌うようになったんですけど、ありがとうございます。なんか私の曲だって言わなかったらカバーって思うらしいね。私の曲だからよろしくね。はいね、二条ゆりなさんのリクエストは CD があるやつしか流せないから CD をくださいありがとうございます。はい、続きましてちっちくんさん、あれちっちくんって書いてある、ちっくんどっちや、ちっくりんさん、ちっくりん、ちっちくんさん、こんばんは、ご視聴ありがとうございます。伊谷さん、スタッフさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは聞こえました。アクア21のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。先ほどねお話しさせていただいたイベントでございます。仕事でどうしても行けなかったのだけど楽しそうですね。もうひたすらね私がもうツイッターとかフェイスブックとかにねひたすらハッシュタグ歌の広場でね画像とかアップしてますんでぜひ検索して、最近伊谷さんの滋賀での精力的な活動が功を奏していろいろな新しいお仕事が増えて嬉しいです。私も嬉しいです、ハードなスケジュールですが体調に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。そうなんですよ、最近ねFM 草津さんでのラジオもやってますけれどもね、テレビ出演させていただいたり、あとレギュラーもゲットしたり、あと他のラジオ局、昨日もFM マザーシップという和歌山の放送のラジオに、めっちゃ他局なんですけどごめんなさいね、とかね大津さんでも FM 大津さんとかでも出させていただいたりとかね、相当結構いろんなところでお世話になっておりまして本当嬉しいです。ありがとうございます。だからね伊谷さん忙しそうだからね、もうなんか交通費とか余裕なんじゃないって言うんですけど全然全然ですから、皆さん CD 買ってください。はい、ありがとうございます。ということで続けてねお便りどんどんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ということでね、さっき妖怪パレードというおとぎきのこさんのね曲をご紹介させていただいたんで、せっかくなんでおとぎきのこさんの話と妖怪の話をしようと思います。てかおとぎきのこさんっていうね出演していただいた方がいるんですけど、今回2回目会いました。とか大した仲良くないんだけど、大して仲良くないとか言うな次第だけど、いやなんか本当にね自分の世界観を持ってやってる人っていうのがすごく好き で歌もうまくって、で彼女は、まあ、その 和風な服を着てアーティスト写真が白塗りなんですよ。だからもう完全に京都から来ました感がすごい出ていて、大好きなんですけど、小旗をねみんなに渡してね、もうすごいな、なんか宗教っぽくていいなって思いながらねなんか見てたんですけどね、おとぎきのこさんに関してはね昨日なんか和風の服がいつもきのこさんだと思ってたんですけど、二部制で一部の時なんか普通のなんか可愛いなんか芸大の学生さんが来たみたいな、ちょっとおしゃれな感じで来て一瞬え誰ってそれ衣装みたいなすごい失礼なことを言いまして、いやでもねだいぶねなんか言いたいことを言えるようになってさ、もう私もさなんかこういう自分のことをやりながらね主催イベントっていうことでね、主催って結構その当日の組み立てとかいろいろな用意とか、あとはその出てくださる方々に連絡を取ったりとかするんですけど、もう連絡来ないんですけどとか普通に言えるようになりましたねだからちょっとね、だからでもすごい本当素敵なアーティストさんで、笑いながらね冗談が言えるような関係になってきましたので、またね1月にも来てくださることがね決まりました。もうメール返さない人は勝手にアーティスト写真私画像に入れるからって言ったら、あ待ってください返しますからみたいなそんなやり取りしながらね、はい、半ば強引でございます私も。はい、まあ、そんなおとぎきのこさんが妖怪パレードという曲を歌っているんですけど、なんとね私最近知ったんですよ。
ここ滋賀ですけど京都の話しますね、はい、京都で妖怪って言ったらご存知ですか。妖怪ストリートという場所が存在するんです。大将軍商店街一条妖怪、妖怪ストリート、はい、噛みましたけどね。なんかすごいんですよ、あの本当にその道商店街になんか妖怪のなんかモニュメントっていうか作り物っていうか、ほんまに妖怪がいっぱいいるんですよ。だから私もね、あのそれ見てうわーこれは行ってみたい、行ってないんですけど。でしかもね、あの妖怪ラーメンとか妖怪コロッケとか、ちょっと普通のラーメンとかコロッケとは違うものとかがあるっていうことでね、いやもうこれはちょっと妖怪好きにはたまらないスポットでございます。あとね、妖怪といえばもう終わりです、妖怪の話。あ、妖怪の話じゃない、遠野物語もう有名ですよね。でね、遠野物語のねアニメ作品があって、私それ桑島宝子さんっていう声優さんとダブルヒロインやってるアニメがあってね、語り部ほのかってやつあるんですよ、調べてください。はい、いやなんで妖怪の話したかって宣伝も入るんだよ。はい、あの私が琵琶湖放送さんでレギュラーをになあのをやらせていただくことになった未確認情報バラエティ真夜中のなんじゃかんじゃという番組でね、この妖怪ストリートが取り上げられてるんです。だから話を聞いて気になるなっていう方は12月の後半の週に流れます、火曜日26時45分からよろしくね。ということで、もうなんか歌の広場の話もまだまだしたいので、ちょっと曲をね聞いていただこうかなと思います。今度は2曲続けてお届けしたいと思います。アンチェインベティローズでループ、そしてチーでジェリービーンズ。タキーバユの素敵なお母さんへの道。はい、ということでね、なんかバーにいらっしゃいみたいな感じの音楽が流れて、私びっくりしてるんですけど、なんか狙ってんのかな。もう話し方もちょっとそういう感じになりますけど、マスターちょっと入れといてくださいみたいな、いつものみたいなね。まあそれは置いといて、滝井真由さん、あのこのイブロケのねアシスタントで、いつもねあの来てくれてた、っていうかあのもう私がパーソナリティになりましたっていうタイミングくらいから、あのマヨネーは産休に入ってしまったんですけれどもね、あの無事赤ちゃんが生まれて、で赤ちゃんが生まれる前からそして生まれた後まで毎回ね、あのそのマヨネーの今の状況を報告するというコーナーでございます。はい、ということで早速あの LINE をいただいたので、LINE をいただいたのでご紹介させていただきたいと思います。はい、息子無事に生後1ヶ月を迎えました。早いですね、怒涛の1ヶ月と言いますか、新生児期ギャン泣きで朝の4時までノンストップでギャン泣きやった時は旦那さんと2人でボロボロで朝を迎えました。かっこ笑い、乳首は切れるわ、うわもう壮絶ですね、骨盤はガタガタやわで、出産した後にもこんなに痛くて大変だなんて聞いてないよっていう1ヶ月やったけど、無事先日お宮参りをしてまいりました。おー、写真いただいてます、お着物でね。マヨネーも旦那さんもなんかちゃんと清掃して可愛いですね。で黄色のねあの着物にくるまれていらっしゃいます。はい、検診以外での初めての外出。ちなみに旦那さんとは前々日に警察の方に お世話になるくらいの大喧嘩をしましたが、どうして無事に笑顔でお宮参りできました。元気に育っておくれって気持ちでいっぱい、これから首が座ったあったら、これから首が座ったらもっとお出かけしたいな。以上育児レポートでした。ということでね、もうおかしくてカミカミでしたけど、あのもうほんとね、マユネはねすごく見た目おっとりしてるように見えるんですけど、まあ可愛い声で結構ガンガンいけるタイプなんですかね。まあ言うても私もそんな詳しいわけじゃないですけど、どうなんですかね、気になりますね。そしてね、旦那さんすごいね、写真見るとねめっちゃめちゃ仲いいんですよ。なんだけど、まあ、喧嘩するほど仲いいって言うんでしょうか、警察呼ばれるほどの喧嘩って何なんですか。
教えてください。私その喧嘩の内容が気になりますね。前もここで紹介したんですけど、ベビーカーを買うか買わないかでなんかもう殴り合いの喧嘩をしたとか言って、怖いね。もう2人とも全力でね、旦那さんはまだ私お会いしたことないのになんかすごいな、もう友達みたいな感覚で見てしまいますけれどもね。いやまたもう3人でね出てきたらいいんじゃないかなと思います。ということで、はい、ありがとうございます。以上、滝井真由の素敵なお母さんへの道のコーナーでございました。はい、お聞きいただいているのは二条ゆりなで浮世にて。このね、詩吟で鍛えたこの歌唱力でなんか意外とロックなオリジナル曲を歌われているんですよね。私最初聞いた瞬間うんってなってバタバタしましたけれども、合ってます、浮世にてでございます。ということでね、5時台がもう終わろうとしておりますが、6時台もこのままイブロケ785チューズデイお届けしたいと思います。5時台最後を締めくくるのはこの、聞いたことありますか、ファイナルファンタジーのあの名曲でございます。お聴きください、レイウォンでアイソンに。ロケッツ785ウェザーリポートです。明日の滋賀県は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎから雨となる見込みです。滋賀県南部の天気です。南東の風のち北西の風、曇り、昼過ぎから雨。降水確率は午前 30% 午後 60% です。朝の最低気温は9度、日中の最高気温は14度です。以上、ロケッツ785ウェザーリポートでした。ということで、コスプレギターアーティストイタニアコがお届けしております。11月27日火曜日午後6時を回りました。もう一回言うよ、6時を回ったんだ。イブロケ785チューズデイ担当パーソナリティのイタニアコです。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を、今一番熱いアーティストのイタニアコと、今一番癒し系妊婦である今日は不在でございます滝井真由が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティです。今日もここ草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送でお届けしております。本日のお便りテーマは歌の広場の出演者について、サンタさんがプレゼントをくれるなら何が欲しい、こたつの思い出などなどメールねいただいております。ということでね、ご紹介させていただこうと思います。はい、ありがとうございます。まこ練乳いちご味さんから、困ったこしちゃんね、番組お疲れ様です。あのね、台風28号消滅したから安心してくださいね、という業務連絡でした。かっこ笑いありがとうございます消滅しましたね。あの台風っていうワード出ましたけど何もないです、気にしないでください。はい、ということで、続きまして、五右衛門風呂さん、ありがとうございます。サンタさんがプレゼントくれるなら何を頼む、これはもちろん伊谷さんのライブの年間パスポートを迷わずに選択します。おお、常に伊谷さんの CD やグッズはコンプリートしていたいです。ありがとうございます。年間パスポートあげられないんですけど、まあいくらか設定してね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとサンタさんの話でちょっとどんどん行こうかな、サンタさんがプレゼントくれるならこじこじさん、ありがとうございます。どこでもドアかっこあれば、それがあれば伊谷さんのライブにもっと行けるのに、ありがとうございますね。似てたドラえもん、あ、そっち私も欲しい、どこでもドア。だって私今日も帰るもん、終わったら帰るもん、東京行くんだよ。
はい、ありがとうございます。続きまして、あれもう一枚あったあったあった、はい、のっぴーさんありがとうございます。11月27日、茨城草津の板にゃこさん、こんにちは、こんばんは。おいらがサンタさんに望むプレゼントは、東京から滋賀県草津市までの東海道新幹線年間パスポートが欲しい。それがもらえたら毎回東京名古屋および滋賀に板にゃんこのライブに見に行けるので、でも夢のまた夢ですね。ありがとうございます。なんかみんな私のライブに行くためにいろいろなんか考えてくれてるっていうのがなんか泣ける。ありがとうございます。私も欲しいです。誰かサンタさん、新幹線のパスポートください。くれるかな。ちょっと笹の葉に書いて願っておこう。あ、違った、サンタさんだったということで、こんな調子でね、7時までお付き合いくださいませ。まだまだお便りお待ちしております。宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 このテーマじゃなくてもどんどん感想とかお待ちしてますので、よろしくお願いします。リトルバイリトルで悲しみを優しさに。午後6時10分になろうとしております。マイウォッチ草津のコーナーです。このコーナーでは滋賀県草津市のことを発信するコーナーです。え、そうですよね、合ってます、発信するコーナーですよね。だって間違いなく発信してますから。はい、いや私はだって滋賀県草津市にいるからね。はい、ということでね、今日のご紹介したいテーマは、みんなでつなごう第5回草津町イルミ、2018年11月2日金曜日からもうすでに始まっております、12月25日火曜日までということでね、これはねイルミネーションのお話ですね。今 JR 草津駅のね、まあ、どっちぐ出口が2つあるんですけど、どちらもねビカビカのピカピカのね美しいイルミネーションで彩られております。あのね、去年のイルミネーションより確実にグレードアップしてるような気がするんですけど、気のせいでしょうか。もうなんかハロウィンが終わったぐらいからね、いきなりバーって、もういつつけたのみたいなぐらいのレベルでね、あのイルミネーションがすごい綺麗なんですけど、あのそのちゃんとねイベントとしてやっているそうなんです。ということでちょっとご紹介します。11月2日から草津駅周辺の商業施設を中心に、つながりをテーマにした綺麗なイルミネーションが街を彩ります。光に照らされた街の冬の街中にたくさんの笑顔があふれ、草津駅周辺が人と人、そして街と街が違いますね、そして街と人とがつながれる、そんな素敵な場所になるよう願いを込めて、毎年大好評の豪華商品の当たるスタンプラリーも開催します。みんなで冬の草津をもっと楽しみましょうということで、まあそんなコンセプトです。いやもう純粋に綺麗です。もう知らなかったんですけど、こういうイベントスタンプラリーがあるんですね。スタンプラリーやります？ちょっと今日帰りどうです、一緒に今ディレクター誘ってみましたはい、あのスタンプラリーにね参加すると、6カ所の施設のスタンプをすべて集めて応募箱に投函してください。応募はお一人様1枚になります。いっぱいじゃダメなんて。でね、当選するとかなりいい商品がもらえるよ、商品券とか。うん、ぜひぜひ来てください。あとねフォトスポットがすごいたくさんあるということで、わかる人しかわかんないかもしれないけど一応言っとくね。はい、LT932、A スクエア草津エストピアホテル、ホテルボストンプラザ草津、草津平和堂、近鉄百貨店草津店、うん、もうどこもめっちゃ駅前です。はい、だからね駅の前、もう駅まで来たら多分わかる、もう全部スタンプラリーね攻略できるよこれ。だからねぜひなんかハッシュタグ草津町イルミをつけて SNS にアップしてねって書いてあるから、あのこのラジオが終わった後私さアップしますわ。じゃあ、うん、アップします。じゃあ一緒に撮りましょう。じゃあ前田さん一緒に撮りましょう。
あ、ダメ、あ、名前言うなって、あ、ごめんなさい、みんな忘れてください。いやでもね、本当ね、素敵なスポットがたくさんあるっていうの後でツイッターとフェイスブックに載せますので、ぜひぜひそれを見て、あ、いいなって思って来ていただければ嬉しいなと思うんです。でね、なんか特別目立ってるのがね、あのペットボトルツリーというものが草津駅東口デッキにありまして、私びっくりしましたよ。本当これこそいつ作ったのってレベルで急に出てきてるから、なんか作ったものを運んできてるんですかね、あれってね。すごいんですよね。なんかペットボトルになんか絵っていうかイラスト、なんですか、色がついたペットボトルがバーってこう積み重ねられて、それがツリーになっていて、でまあ照明が当たってるんでかなり綺麗なんですよね。まあそれもちょっと後で写真撮っときます。いやー、イルミネーションか、クリスマスやん。あ、クリスマス何してます？まあサンタさんにさ、あの東海道新幹線のチケットはおねだりしたことだし、まあ私のクリスマスの居場所を教えようかな。はい、クリスマスイブは私滋賀県でライブしております。はい、来てください。12月の24日月曜日祝日がクリスマスなんです。クリスマスイブなんですね。その日に石山なんですが、石山ユーストンという滋賀県で一番大きなライブハウスでライブをやります。はい、ユーストンプレゼンツオンタマサミットという番組で、番組じゃなくって、ライブで11月30日に琵琶湖放送さんの、あの琵琶館という番組に私出演させていただくんですけれども、はい、でその番組に出演したアーティストさんが集うライブイベントなんです。でそちらが12月24日の、夕方の5時半からスタートで、チケットが前売り2500円、そしてあのお帰りいただいた方にはあのその日限定でトートバッグ1000円で販売しますとか、あとクリスマスプレゼントつけます、だから代わりに東海道新幹線のチケットください。まあのチケットいらないんで、あのぜひぜひ、あのすごくあの実力派アーティストさんがたくさん出てるイベントだっていうのは11月30日のテレビ見たら分かっていただけると思いますので、ぜひぜひチェックしていただければ嬉しいなと思います。今年最後の滋賀県でのイベントになるんじゃないかなと思いますが、来年も私ね、滋賀県でどんどんやっていきたいなと思うんです。いや、クリスマス、いや恋人と過ごす、もう誰が言ったの、そんなの寂しいじゃない。いや、恋人いない人も恋人いる人も恋人連れてきた、来たらいいし、伊丹が恋人だと思って来たらいいし、なんかよくわかんないことになっちゃった。まあそんな感じで、その関連の曲を次ちょっと早いんですけどお届けしようかなと思います。 JR 東海の CM でかなり有名でございますね。 PV がかなり特徴的ですね。山下達郎でクリスマスイブ。ちょっと最初からだし、はい、ということでごめんなさいね。はい、あの私の今激しい曲をお届けしたと思うんですけれども、ごめんね、クリスマスイブになんか浸ってる時に滋賀の歌でグダゴーン雷落とされて起こされるみたいなね。はい、私伊丹亜子はコスプレをしてエレキギターを弾くというね、自称コスプレギターアーティストという名前で活動している、人なんですけれども、私は滋賀の歌を1番から22番までほぼメロディー違いまで作っているっていうのを、持ち込んでね、あの滋賀でちょっと頑張ろうっていうので頑張っている人なんです。でせっかくなんでやっぱり1曲ずつ毎回紹介したいなということで、
このコーナーがあるんですが、今回ついに滋賀の歌9番まで来ました。まずは9番目ね、曲をお届けしたいと思います。お願いします。滋賀の歌9番。いただいたのは伊谷亜子で滋賀の歌の9番です。いや、じゃあこのね、早速この歌の解説をしようと思うんですけど、一応1番から22番までストーリー仕立てになってるっていうことが前提なんですけど、多分何回も聞かないとよくわかんないと思います。まず三成と僕は走っていた。そう、走ってるんです。ちょっといろんなことがあって、はい、前回ね8番でふと見上げる先に石田三成が登場したことで、なんかその流れでね、まああったんですよ、いろいろなんかあって石田三成と僕は走ってるんだ、暗い闇を振り払う鍵を探し、なんかね、琵琶湖を救うためのヒントを探しに走ると、誰よりも負けず嫌いな馬に乗って、これは立東にトレセンがありまして、競馬のね馬ですね、はい、まあその関係で速い馬に乗ってるであろうというね、想定でございます。明日に向かう、そうですね、もうなんか日が暮れてだいぶ深夜なんじゃないですかね、明日に向かってますから、はい、深夜23時ぐらいなんですかね、はい、安土能登川稲江川瀬南彦根、だいぶ距離が彦根、前原、坂田、田村、長浜城、はい、だいぶ走りました、この馬で2頭並んでね、もう深夜寒いですよ、今の時期だと寒いですよ、もう風をね切り抜けて車よりも早く走ってます。天下の安土信長を越え、はい、安土城跡ですかね、はい、信長はいないんですけどそこに、はい、角の生えた猫に手を振る、あ、これはあれですよ、彦根城です。彦根城がからなんかひこにゃんが顔を出してるっていうイメージで手を振ってます。方への忠誠近い長浜が初心に戻す、まあいろいろ戦国時代詳しい方はわかると思いますけど、あえて私から何も言いません。はい、そんな9番でございました。この滋賀の歌の CD が A スクエアの草津店の十字屋さんに、楽器屋さんに入っていた、置いていただいております。こちら500円でオリジナルピック付き、先着順でなくなったらもう終了になりますと、草津だとイオンモール草津店の島村楽器さんなどなど、置いていただいておりますので、ぜひぜひこのラジオを聞いて気になるなという方、オリジナルピックってなんぞやという方、なんかよくわからないけど気になった方、紫の髪の毛の人を探して、十字屋さんに行ってくださいということで、滋賀の歌コーナーでございました。次回もお楽しみに。ちょっとノリノリな感じでいきたいと思います。中川翔子でポケモンなりきりさんです。はい、いや今日もバリエーションが豊富でしょ。いや歌の広場のね、出演者の方の音楽も流したり、あとなんか懐かしいなって思うような曲とかも流してみて、で先ほど流した曲はね、ポケモンなりきりサンデーというね、まあ中川翔子さんが出演していたポケモン番組のテーマソングだったと思うんですけど、
私その曲がなんか多分テーマだった時、広島に行って、あ、まだ若かったんですよ、10代でね。で、あの広島にねしょこたんが来るっていうので、あのちょっとこれは会いに行きたいなって思って、その当時しょこたんブログというブログが流行って、ちょうど見てた時にこれから広島でイベントやりますみたいな、それでうわちょっとこれは会いたいなって思ってね、あの前回もねお話ししたんですけど、なんかこう好きを貫くっていうのがこう私にはその時はできなかったんで、なんかこうね、誰の恥ずかしいとか思わなくって、自分が好きなものをどんどん主張できるっていう代表のなんか方の一人だなって思って、まあ今も好きなタレントさんの一人なんですけど、まあポケモンね好きでしょ私ね。でなんかせっかくなんでね、ちょっとゆるキャラの話とかしないなと思う。なんでやねん。いや私さっきピカチュウが好きだって話してね、ピカチュウのあの被り物、私が被ってる被り物がね、タコシちゃんっていうキャラクターがいるんですよ。で、あの本の話、あ、本がね、キャラクターパワー、ゆるキャラから国家ブランディングまでというね、青木さだしげさんのね NHK 出版から出てる新書本でね、そういう本があるんですけれどもね、ゆるキャラについて書かれてるんですよね。でこれについてね、ちょっとね興味深い文章があったんで、ちょっとご紹介したいなって思うんですけど、欧米人は自分を励ましてくれるような存在を欲するが、日本人は何も言わずに自分に同意してくれるものを求める。無表情なキャラクターは自分の思ったことや感じたことにいつでも同意してくれる存在になることを青木氏は指摘している。複雑な人間関係に疲れた現代人にとって、何も言わずにじっと自分のそばで見守ってくれるキャラクターは癒しの存在となる。人間関係が希薄な現代、人は人間でないものにまで感情的な潤いを求め感情移入する。本来友人や人間との関係において充足されるはずだった安らぎは、希薄化する人間関係によってなかなか満たされない。そのため友人や家族の代替物としてキャラクターが求められるようになったという。うわー、なんか辛くなってきたぞなんかこれ文章で読んで、はーって思って、今声に出して読むと、なんかそうなんだ、私って人間関係が希薄でピカチュウとかに依存してるんだみたいになっちゃったじゃん。そんなことじゃないんだけど、まあでもね、それぐらい日本人はキャラクターが好きなんだよっていうのでね、なんかこのつながりでご紹介するのもどうかと思うんですけど、あの歌の広場の出演者さんでまだ紹介してない方々がいらっしゃるじゃない。でその一組にアンチンベティローズのアリサさんというすごく歌が上手かったですよねの、方なんですけれども、あ、その方についてお便りいただいてるんで、せっかくなんで紹介します。はい、ゴエモンブロさんから。アンチンベティローズのアリサさんは私も拝見させていただいたことがあるのですが、演劇で身につけられた個性ある素晴らしい歌の表現力がたまらなく、伝わりしびれるものがあります。これからもぜひトラジローと一緒に頑張ってください。はい、この文章ですよ。そう、何がキャラクターとつながってるかって、あのね、このアリサさんという方ね、めちゃめちゃ歌うまいんですよ。なんですけど、私がタコスちゃんというキャラクターをこう連れて歩いてるのと同じように、トラジローっていうでかいねホワイトタイガーをねこう連れ歩いててね、ホワイトタイガーもしかもね、なんかトラ増えたなって思ってたら、ホワイトタイガーがなんか子供を産んで今3匹4匹ステージ上にねホワイトタイガーがいるっていうね。そうそうそう、いやでもねすごい可愛いし、あの連れて歩く気持ちはわかるんですけど、いやでも別に決してさ、私がこの話の流れで別になんか依存してるとか悲しいから寂しいから連れて歩いてるというわけじゃなくって、まあなんかそんな感じになっちゃったな。そういうことじゃないんだからね、そういうことじゃないんだからね。いやでもね、アリサさんはね、名古屋の手羽先サミットでね、あのもうあの同じ一緒にね会っておしゃべりさせていただいたりとか、最近ねすごくね出会う機会が多いんですけど、私もね演劇出身なんですよ。だからなんかやっぱりそのアーティストさんとたくさん一緒になる機会が最近多いんですが、やっぱね、あ、演劇の人なんだなっていうのが分かるような、こう表情豊かっていうか、なんか体全体っていうか空気全体で持っていこうとする感じが演劇だなって思って、なんか一緒にできたらなって思っているんだよ。はい、まあゆるキャラの話かと思えば、はい、そんな感じですね。あとせっかくなんで、ちーさんというもう一方ねいらっしゃいまして、で実はねちーさんはね、ご機嫌なロックをかなり歌われていらっしゃる方なんですけど、
知らなかったんですよ。ちいさんがね、国分寺の私が出演させていただいてるねライブの主催の方だったとね、よくあるんですよ。だから私も主催ライブを、歌の広場という主催ライブをして、もう大変なのも分かってるんですけど、結構女性で主催をやってるっていうのもそんなにたくさんあるわけじゃないので、いや全然気づかなくって、いやもうなんかアーティストって思ったら、あこんにちは、なんかよろしくねみたいな感じのノリで行くんですけど、主催者さんって思うと、板谷あこと申します、名刺をどうぞみたいな感じになるんで、それを知った瞬間にもう私思考回路が停止しちゃって、ちいさんが私がメールのやり取りをしていた主催者さんと同じ人だったってことを知った瞬間に、なんて恥ずかしいことをしてしまったんだと思って頭が固まってしまった、そんな思い出があります。てなわけでね、歌の広場すごく素敵なアーティストさんもう今更ね、ちょっとバッと詰め込んでしまいましたけれどもね、本当これからたくさん人間関係希薄だと私は今自分で読んでしまいましたけれども、今紡いでいることもたくさんありますのでね、そんな様子を、皆さんに見守っていただきながらライブも楽しんでいただければいいなと思っております。はい、もう次にこの曲をお届けしたいと思います。いや私ね、エレキギター始めて2年なんですけど、この曲を課題曲として最初ずっと練習していたんです。だからギターソロとかも結構長いんですけど、やっぱりギターを上手くなるためにはたくさんの名曲をやらなければいけないと思い、一応弾けます。そしてね、今度のライブでもこちら披露させていただくんですけれども、やっぱギターを弾いたことがある方は必ずと言っていいほど通過する曲なんじゃないでしょうか。前置き長くなりました。お聴きください。イーグルスでホテルカリフォルニア。私これ弾くんだ。いやギターソロいつってギターソロ中に言われて、いや今です今ですみたいな感じのやり取りがあったんですけれども、いやもうあっという間に時刻が、午後の6時44分となろうとしていますね。あっという間です。あ、せっかくなんでメールテーマのもう一つをご紹介しようと思います。こたつの思い出。小山文風呂さん、ありがとうございます。小さい頃よく冬場もかくれんぼや試験勉強を寒いからという理由をつけて、こたつで勉強をしていたのを覚えています。あとかくれんぼね、わかる。ただこたつの中って暖かくていいのですが、うたた寝や赤外線のランプに寝たまま足をつけてしまって、軽い低温やけどやよだれを垂らしながら軽い脱水症状を起こしながらのうたた寝で風邪をひいた記憶があります。板谷さんもありませんでしたか。ほんとそれ、いやまさにそれですよ。かくれんぼ試験勉強、いやかくれんぼはねありますよね。本当私ね、広島に住んでた時ね、その頃はなんで一軒家に住んでたんですけど、こたつがまあ長いんですよ。だから親とか帰ってくる時にもう息を止めてそのこたつに隠れるんです。ただずっといると空気もさ、悪いっていうか、足の空気でしょ、だってみんなの、いやそんな汚い話したくないかじゃなくて、なんかもわっとするからね、暖房器具やから。だからね辛いんですけど、こうちょっとね隙間を開けてね、スーハースーハーしながらかくれんぼしたりとかね。であとそう、試験勉強ですよ。私がねこたつをやめた理由です。受験生の高校3年生の時にセンター試験が終わった後に自分の部屋にこたつを導入してしまったんですよ。いやちっちゃいこたつがね余ってるからどうって言って、なんで親もさこたつを私の部屋に置こうとするのかも謎なんですけど、そこでまあ勉強しようと思って、まあ、センターが終わったから、まあ、次赤本の番じゃないですか。でもう油断してね、まあ時間もあるし余裕もあるしみたいな感じでねやってたら寝ちゃうんですよね。で寝てまた口乾いてね、風邪ひいちゃったりとかね、もう本当に。だからそれ以来私もうちょっとそれでね得点落ちたって絶対思う。でもねまずね勉強するときはカフェとか外に出た方がいいってマジでそこの時に学んでね、今でも家にいるとやっぱりぼーっとしちゃうから外に出なきゃって本当にねその時のことを思い出しております。でもこたつって入りたいんだよね。
はい、続きまして、こじこじさんありがとうございます。子供の頃こたつで寝てしまい気づいたら全身汗だく。やっぱりみんなよくあることなんですね。本当に、てか逆にね、最近こたつを使ってる家庭っていうのはどうなんですかね。家族で暮らしてるとこたつの家って多いんでしょうか。すごく気になります。私はもう絶対家にこたつは置かないけど、友達ん家にあったら嬉しいなって思っちゃうな。だからみんな置こうってなわけでね、こたつの話をしました。いやもう本当にね、あっという間でね、なんかこたつもうこたつの話もう大丈夫ね、終わったね。はい、あ、ゴエモンブルーサーから新たなメールが来てるから読むね。はい、こんばんは。サラリーマンの方々が話していたまんじゅうの面白い話と広島の先生話、もうブログで書いたことまた聞くの。ちょっと、はいはい、紹介した方がいいのかなこれってな。一応言うね、私広島出身なんですよ。で今実家が滋賀で活動してるんですけど、先日まあ京都駅、まあ本当ね、東京と京都滋賀を本当に行ったり来たりしている状況で、まあまた帰るんですけど、でその京都駅に行った時にね、なんか後ろでサラリーマンの人たちが話してたんですよ。でなんか大声でね、愉快そうに話してるかなんかなって思ってね、ちょっとこう聞き耳じゃないですけど聞こえてくるからなんかなと思ったら、もみじまんじゅうの話してて、で何が面白いかって、いや先生ちょっともみじまんじゅうってあれですよね、串刺したやつ食べまして美味しいですよね、焼いてあるんですよ、串刺してって。で先生と呼ばれる方がね、いやもみじまんじゅうは全部焼いてあるだろうって言って、あーそうっすね、それって何なんですかね、串刺してあるやつなんですけどね、いや知らんかなみたいな、そんななんかね、ちょっとこうコンビみたいな感じのねやり取りしてて、私的にはね、その串刺してあるやつって揚げもみじというね、宮島とかでよくね販売されてるねまんじゅうがあるんですよ。でもみじまんじゅうを串刺して揚げてるもみじまんじゅうで、かなりやっぱり揚げたてっていうのはすごく美味しいんですけど、まあ突っ込めるはずもなく、でちょうどね私が東広島酒ロックという曲を歌っているんですが、また先生酒祭り行きますねバイバイみたいな感じだったから、うわめっちゃうちのね曲 CD 渡したいんだけどっていう、そんなことがあったっていうのをねブログに書いたんだよ、ありがとう。あ、毎日ブログ書いてますんで、ぜひぜひありがとうございますね。いや本当にそういうことってあるんだなって思いながらね、ここ全然広島じゃないしね、うん、でもそういうちょっとこう地元の何かとか、やっぱ東京に行って滋賀の人とかが話しかけて来てくれたりとかね、なんかそういうなんかつながりができるって素敵だなって思いますので、ちょっとこれからも大事にしていきたいなと思います。それでは続けてお聴きください。六道寺エリさんで運命ピンクの魔法。5時から7時に向かう、あー終わってしまいます。ということでお届けしたのは六道寺エリさんのピンクの運命ピンクの魔法でしたが、ねえピンクのルミカを持ってね、運命いいのって振ってるなんか光景が滋賀県草津市にいながら浮かんできました。いや本当にお世話になっているアーティストさんの一人でございます。CD いただいたんでちょっと勝手に流させていただきました。はい、ということでね、もうこの番組も終了となっておりますが、終了となってませんね、はい、私が担当するねイブロケ785は毎月第2、第4火曜日の夕方の5時から7時までお届けしております。はい、インターネットでもねお聞きの皆さんもぜひぜひお便りとかどんどんお待ちしておりますね。この曲もねだいぶおなじみな感じになってきましたね。 CD 一回持ってきたのに行方不明になったり、いろんな思い出が積み重なっていく慰めのいいね、福西健太バージョンでございます。イベントの時もさ、この曲流れてなんで男性の曲流れてんのって思った人もいたかもしれないんですけど、私のこの曲は何ですか、私のこの曲はですね、やっぱり男性に歌っていただいた方がなんかいい感じかなって思って歌っていただいております。はい、ということで次回のイブロケ785チューズデーは12月の11日の火曜日でございます。もしかしたらこのケンケンが来るかもしんないし来ないかもしんないよ、勝手に告知しちゃうよ
で最後にお届けするのはワットで僕の気持ち。いやドラマのね大恋愛っていうドラマ見てるんですけどね、このワットのね小池徹平がねもう本当に悪いやつなのよ。ちょっとこの感想共有して。はい、担当パーソナリティは伊谷亜子でした。ありがとうございました。バイバーイ。流されて気がつけば今年の